ください。Ahoy everyone! Welcome to Tokyo Disney Sea. For your enjoyment, Tokyo Disney Sea will be open. Tokyo Disney Sea.
メニューはそう
40分待ちで開催中です。
船長は僕がやっつける。了解。いいよ、いざ戦い。あら、悲しいパパ。ありがとうございます。
的生命体が存在するかもしれん。諸君の任務はその謎を解き明かすこと。このレバーで操作できる最新の注意を払って探索に当たってくれたまえ。慎重に調べるのだ。いかなる異変も見逃してはならん。まもなく限界信号です。よろしい、ゆっくりと浮上させよう。船長、潜水艇防御装置が作動しました。このままでは潜水艇が危険です。何かに襲われているに違いない。全速力で通過させるのだ。掴まれているのです。動きません。電圧を上げて撃退しろ。船長、バックアップに切り替わりました。よろしい。潜水艇の位置を特定できるか。いいえ、我々には全く未知の深海に迷い込んでしまったようです。船長、バックアップのパワーが低下しています。スタートレベルも危険な状態です。エネルギーの消費を最小限に抑えろ。了解。潜水艇を浮上させる方法を急いで探すんだ。何としてもシガンクルーを救わねばならん。されない多くの謎が眠っている。我々の研究と探検に終わりはないのだ。諸君が再びこの未知なる海へと帰ってくるのを待っている。これより下船を開始する。荷物を持ち、足元に注意して下船せよ。
とうございます。ケニアレストランで注文したのは鶏の唐揚げネギ塩だれ980円、そしてライス220円です。東京ディズニーリゾートには様々なメニューがあり、その中で多く取り扱われているのがチキン。様々なメニューで使われているチキンですが、私多分東京ディズニーリゾートで唐揚げを食べるのは初かもしれません。ただでさえ美味しい唐揚げ、それが東京ディズニーリゾートのメニューとなったらもう絶対美味しいに決まってるじゃないですか。そこにライスが組み合わせられると知って、もうこの2つは最高のコンビだと思ってこの2つを注文してみました。ネギ塩だれはごま油が効いていてすごく美味しく、唐揚げはとってもジューシーです。そしてこの2つのメニュー合わせてなんと1200円という安さで食べれるんです。この安さでこのボリューム、私は今日東京ディズニーリゾートのメニューで最強のコンビを見つけてしまったと思うくらい、すごい美味しくていいセットだと思いました。唐揚げの数も多く、なんと7個も入ってました。980円で7個、かなりお得だと思いませんか。今までボルケーニアレストランに来てなかったのを後悔するくらい素敵なメニューと出会った感覚になりました。もちろん今後ボルケーニアレストランに来る頻度上がると思いますし、こちらのメニュー当然リピートしていくと思うくらいおすすめのメニューなので、ぜひ皆様にも食べてみてほしいと思います。
Thank you.
皆様、揃っての入場をお願いします。
¡Gracias!
皆さんこんばんは。ニューヨーク市保存協会が主催するタワーオブテラーのツアーへようこそ。ここホテルハイタワーにある貴重なコレクションは全てホテルの創立者大富豪で探検家のハリソン・ハイタワー3世が集めたものです。1899年12月31日ハイタワー3世はホテルで記者会見を開き、アフリカの秘境で手に入れたシリキ・ウトゥンドゥと呼ばれる奇妙な偶像を公開しました。そしてその夜彼は行方不明となりました。まもなく扉が皆さんの方に向かって開きます。ハイタワー3世の書斎でタワーオブテラーの謎について紹介した後、秘密の倉庫へと皆さんをご案内します。扉が開くまでもう少々お待ちください。この偶像がシリキウトゥンドゥです。落下したエレベーターから見つかったのですが、ハイタワー3世は謎の失踪を遂げました。それではここでその謎の鍵を握る彼の最後の記者会見の録音をお聞きください。私の忠告を着て、呪いは本物だ。